そうです、プルカイです。今回ですね、なんか知んないけど、東方の世界にね、ま、盛り込んでしまったっていうことは言わないんですけど、はい、黙れクソガビ。ということで、今回東方のね、なんかクソゲーをね、今回やっていこうと思います。なんか知んないけどね、勝手にガチャを引かされるっていう展開で、これ、多分レミリアスカーレットですね。黙れクソしね、ガビ。はい、はい、うるぜえ。プレイヤー名を言ってください。わかりました。ありがとうございます。急展開すぎると思うんですけど、この、よくわかんない東方っていうゲームが最近流行ってるのかな、クソガキどもね。そうなので、ちょっとこちらのねゲームをねちょっとプレイしていきたいと思います。はい、いやでもブルーカーズだとなんか名前やだな。おっぱいとかいう名前にしたいんだけどな。やめとこう。ブルーカーズという名前ならいい名前持ってるじゃない。あれ青い車って名前なんですけど、どこがいいんですかね。はい、やがましいわ。一人の少女はとある異世界の知恵と誘われる運命になる。やがましいわ。おぼろげな意識の中、好奇心に身を膨らめつつも不思議と不安はない。故郷も行く末も定かではない。彼女の呼び名は、主人公の呼び名を、物語の主人公の名称として、主人公の性別は女性です。主人公の呼び名はだから、ブルーカードでいいんじゃね。ちょっと待って、押せない、バグで押せない。ブルーカーズ、このさ、大丈夫なのかな、この今使われてる音楽大丈夫かな。 YouTube の規約違反になんねえかな。まあいいや。ブルーガーズ、全部ブルーガーズ、ブルーガーズで呼び名なの。ちょっとバカすぎる。待って、おぼろげな意識の中、し、何これ、ジューク長、もうなんかガスが綺麗だね。こんにちは、私の名前はヤクモユカリ。いやかもしれない。あなたの旅を私がサポートすればよろしくね。いや嫌なんだけど、臭そう。それでは早速戦闘の基礎を教えるわね。まず拡張拡散ショットで攻撃してみて。なんだこれ、え、何これ、タップ、なんか変なさ、よくわかんない、なんか生死のなんか劣化版みたいな魂がいっぱいいるんだけど、何これ、大丈夫、え、なんかその口調がさ、おっさんっぽくなってるけど大丈夫だよ。これ物騒だなお前。なんかハムスターぶち殺した時に、ハムスターの首絞めた時に出てきそうな、なんか声してるよね。全然知らないじゃん。拡散ショットで攻撃したことで霊力の P がさっきまでより高くなったわ。霊力が高まるといいことがあるけど、説明は後回し。それより今は、いや説明しろよこれ。集中ショットでの攻撃を試してみましょう。これタップ、いやマジよ、命令すんな。え、なに、え、このなんだこの痛い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 、カメハメハみたいなやつ出たぞ。あれドラゴンボールとコラボした？いつの間にか。いや、いい、つまんないなつまんないの。ミサイル撃ってるぞお前、やめろ原爆撃つの。集中ショットで攻撃した場合も霊力 P は上がるわよ。ただし拡散ショットは霊力が上がりやすいわ。比べて集中ショットはダメージが多めよ。それでは今後は溜めた霊力を使ってみましょう。これタップ、いやかもしれない。何なんだよお前、セッもううざいんだけど、マジでこいつ説明すんだよ。俺が全部適当にやりてんだよこれ。ロストワールド、マステ名前かな。なんかピカピカしててさ、どっかのカードゲームみたいな感じだよね。すげえダサい。なんかこの声というさ、なんかさ、なんかカワーみたいな感じの、なんか男の人がさ、なんか出した時の劣化版みたいな声してるの。カワーみたいな、なんかさ、ハタ王子のレックマみたいな声のやつ多くね。あ、最初こういう感じになっていくんですね。はい、ありがとうございます。ってことで、まあ最初はねこんな感じということで、じゃあ続きもね、ちょっとカットしてやっていきましょう。